世界最強カナリア軍団、史上初日本上陸の時を迎えました国立競技場です。ドゥンガの顔が見えます。レオナルド、そしてジョルニーノ、おなじみの顔も揃いました。黄色いユニフォーム、そして日本代表ラモス、夢にまで見たブラジル代表との一戦を迎えました。ブラジル日本の架け橋になったそのラモスにボールが渡ってキックオフです。試合が始まりました。日本代表対ブラジル代表の一戦です。右から左に攻めるのが日本代表、左から右にカナリア軍団ブラジル代表です。この試合放送席の解説は2002年ワールドカップ招致フレンドリークラブメッセンジャーのセルジオ越後さん、それからゲストには京都パープルサンガヘッドコーチの与那城丈司さん、そして、横浜フリューゲルスの前園正清さんをお迎えしております。セルジオさん、そして与那城さん、はい、前園さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよセルジオさん実現しましたね、はい、この一戦が。そうですね、はい、まあ、サッカーファンとしたらね、もうこの両国 の、 そのずっと交流している以外 の、 そのサッカーの交流が非常に長くて、はい、で J リーグにこんなに大勢の選手が来てますからね、もう本当にマッチに待ったという試合じゃないですかね、はい、常に目が離せない状態です。9番のジョバンニ、ボールをキープしてペナルティーエリアに入り込んでいきました。与那城さんね、この日本とブラジルが対戦するというのがまだ100年にわたる友好の関係の中で3度目なんですね。しかも日本で初めて。そうですね、まあ、2回ほどは、まあ、レベルがはっきり出てしまいましたね、はい、今回はまあ、そのお互いにそのレベルを確かめた上での対戦なんで、はい、まあ、自分としてはちょっと楽しみにするなというふうに思いますけどね。そうですね、はい、ドゥンガから後方に下げてロナウド、そして左に振ります。左からロドリゴ、そしてサンパイオの姿も見えます。前園さん、まあ野暮な話ですけれども、当然ここに出たかったでしょうね。そうですね、戦ってみたかったですね。まあ、何がすごいと言って全部すごいという答えしか各選手返ってきませんが、どの辺を前園さんは楽しみにしていらっしゃいますか。そうですね、今日はやっぱりブラジルの素晴らしいテクニックと、はい、スピードという点で、はい、非常にそれに注目してみたいと思います、はい、さあそのブラジルを相手にラモスが、カズがどんなプレーを見せますでしょうか。ボールを持ちました。ドゥンガ左へ持っていきます。さあここからずっとオーバーラップしてきましたロドリゴです。そしてジオバンニか、真ん中からサンパイオ、そしてドゥンガにもう一回、右からずっと上がっていきます。さあシュートのチャンスを迎えるか、レオナルドのシュート、これはゴールキーパーの小島がなんとかこらえました。いや、いきなり来ましたね、ドゥンガにボールを詰めて、はい、左右、本当に素晴らしい展開ですね。ブラジル代表の10番、ちょっと手に当たった感じもしましたね。そんな感じもしましたが、レオナルドのシュートは惜しくもポストの左です。さあコーナーキックを迎えました。蹴るのはこの人です、エジムンド。ボールが上がった、ヘリング、これはクリアします。しかしトラップして、もう一回レオナルド、今度はクロスバーの上。いやー、レオナルド10番、今日は気を吐いてますね。吐いてますね、はい、もうフォワードのラインに入ってプレーしてますね。さあここで一息つきたいところです。日本、これも危なかったがクロスバーの上を通過しました。全くスケール隙を与えないこのブラジルカナリア軍団、先ほどから試合開始早々から画面の右サイド、日本サイドで試合を進めております。一旦下げます、右から攻め直そうというところ。ここにジョルジーニョ、サンパイオです。さあドゥンガがこの位置、左からジーニョ、また上がっていく、ロドリゴ上がっていく、ずっと上がっていく。日本ボールを奪い返しました。さあそろそろ日本もこの辺りで攻めに行きたいところです。なかなか攻めることができません、まあ、このブラジルのハーフラインのプレッシャーをね、ええ、イングラでもこれですごく戸惑ったんですね。さあジョバンニのグラウンダーのシュートになりましたが、これは左です。またこのハーフライン の、 そのブラジルのすごいプレッシャーにどう耐えられるかということじゃないかと思いますね、はい、7番ジョバンニです、エジムンドです。さあそれではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ゴールキーパー、日本の1番は小島です、ベルマーレ平塚。
そして柳本ディフェンダーです。初めてのブラジル戦。そして井原、日本代表は79試合目。この人柱谷、6月のアンプロカップではブラジル戦のピッチに立つことができませんでした。今回初めてのブラジル戦。そして左サイド相馬です。ブラジル戦で通用しました左からの突破、今日も見られるかどうか。ルーキーの林がディフェンダーで抜擢されております。ヴェルディ川崎、代表は2戦目になります。そして山口元博、カモジャパンのニューリーダーと言われている選手です。それからこの人ラモス・ルイ、ついに夢にまで見たブラジル戦、日本代表の10番をつけて登場です。そして森島、 J リーグファーストステージの新人王、さらに帰ってきたカズが11番をつけます。ブラジルの壁を崩せるかどうかカズ。そして調子の良さを買われました鴨監督、16番、フォワードには福田を抜擢してきました。これが日本のスターティングイレブンです。そして日本のリザーブの選手はご覧のようになっております。鴨監督真剣な表情、一番手前、本当に爪の赤ほどのチャンスしかないかもしれないけども、そのチャンスを広げて今日は勝ちに行くとこう言いました。しかしまだ日本は100年にわたる歴史の中でブラジルとの対戦がわずかに3度目、しかも一度もゴールを割ったことがないという、3度目の正直なるかどうかです。そのブラジル代表です。ジルマール、ベテラン36歳、セレッソ大阪ゴールキーパーを務めます。この人もおなじみの顔ですが、日本での試合はこれが最後になります。フラメンゴ移籍が決まったロナウド、そしてイタリアナポリ所属のアンドレ・クルズ、この人のシュート力も強烈です。右サイドはおなじみアントラーズのこの人ジョルジーニョ、そしてロドリゴが左サイドです。オリンピック代表のメンバー、それから5番セザール・サンパイオ、横浜フリューゲルスです。コパアメリカ帰り、さあまた攻め込んでいったブラジルですが、これはピンチを逃れた。そしてキャプテンはドゥンガ、ジュビロのドゥンガ、日本のドゥンガ、ブラジルのキャプテン。そして11番がジーニョ、横浜フリューゲルス。そして10番をつけるのが我らがアントラーズのレオナルドです。ブラジルの10番レオナルド、7番エジムンド、先ほどからいい動きを見せておりますエジムンド、そして190センチ、23歳、将来の超大物ジオバンニ、フォワード2トップの1人です。リザーブの選手はご覧のようになっております。比較的セルジオさん、はい、今日のブラジルのメンバーを見ますと、まあ、日本のファンのためにというわけでもないんですが、 J リーガーを非常に多く使ってきましたね。もう日本へ来ている選手全員使ってますね、まあ、これは非常に日本のサッカーの一つのこう PR にもなるし、はい、まあ、100年の中でね、まあ、世界でこんなにブラジルのナショナルチームの選手がプレーしているのはこれイタリア以来じゃないかなと思うんですね。だからすごくいいことと思います、ね、はい、さあカズが気を吐く、そしてもう一回カズ、ラモスが後方、真ん中山口、もう一回ラモス、ラモスの動きが、ま、満身創痍の状況でありますが、セルジオさん今日どうでしょうね。いやもう夢に持った彼もこういう試合をやってみたかったですからね、まあ、本当に頑張ってほしいと思いますね、はい、さあエジムンド7番の選手、そして11番のジーニョ、イングランド遠征でね、当たったブラジルのチームと、はい、メンバーは変わってるところもありますからね、まあ、前のデータはそんなに参考にならないと思いますね、はい、さてまたブラジル攻め込んでいく、スルーパスが通ってエジムンドシュートできません。ここは柱谷がカットします。さあ攻め込んでいきたい、ラモスを軸にして、そして福田にパスが渡る、パスが渡るがこれは通れました。福田フリーキックを得ました日本。キャプテンドゥンガです。さあ速い攻め、カズもまだシュートは打てません。ドゥンガから今度は最高値、うわーっと針の穴を通すようなパス、パス、さあつながった、さあドリブルで持っていくジーニョ、そしてエジムンド、エジムンド、これはなんとか奪い返しました。山口からラモス、さあ日本も今度は右から攻め込んでいきたいところです。柳本ずっと上がっていきます。そしてカズがこの位置にいる、ラモスに一旦戻す、後ろへ下げます、林から柱谷、
4番の井原、左サイドが相馬です。ブラジルに、まあ、隙はないと思いますが、つけ入る本当の隙があるとしたらどのあたりからということになるでしょうね、セルジオさん。いや、当然その技術の差とかいろいろチーム力の差があるって知った上でね、はい、まあ、どうぞやっぱり日本の一つのサッカーの持ってるスピードをどう生かせるということですね、まあ、この中にやっぱり柳本あるいは福田ですね、はい、森島もちろんカズですね、あたりがやっぱり思い切ったプレーをやってほしいですね。前園さんどうですか、ちょうど10分経過しました、ここまでの日本の動きは。そうですね、まだ様子を伺っているって感じで、うん、両方ともそうですね、ブラジルも様子を伺っているという状況ですか。さてグラウンドレベルからの解説は川添浩一さん、そしてリポーターは田畑雄一アナウンサーですが、川添さん、田畑さん、はい、聞こえますか。はい、聞こえます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、すごいでしょうね、そっちの雰囲気も。そうですね、とにかくね、試合が切れないんですよね。切れませんね、もう緊張感ずっと今まで、開始10分過ぎたんですけど、はい、っぱなしですね、サポーターもご覧のような状況です。はい、田畑さん、森田さん、両チームのですね、監督の試合前の話なんですけれども、まず日本代表、鴨監督はですね、はい、立ち上がり15分がとにかく勝負だと、うん、そしてですね、今日はもうとにかく点を取りに行く、勝ちに行く、そのためにはとにかく中盤から前でのプレッシャーが大切だということでですね、多少リスキーかもしれないけれども、とにかく前で今日は勝負をしたいんだという話をしてましたね、うん、ということは注目はどの場面で日本がボールをキープできるかというのを上からご覧になっていて、その位置でですね、日本のそのやりたいサッカーができているかどうかというのは分かるんじゃないかと思います、うん、一方のザガロ監督なんですが、まあ、今日は先ほどお話出ましたように J リーグの選手たくさん出てますよね、はい、これは有効のためでも何でもなくって、うん、逆に、ブラジル国内でプレーしている選手はブラジルで見られるが、しかしこっちでプレーしている選手はこの日本とそれから韓国の2試合しか見られないので、ぜひとも彼らの力をしっかりと確認したいためにこういうメンバーになったんだということで、もう就航なんてとんでもないと、真剣そのものだというふうに話しました、はい、ファンサービスというわけじゃないわけですね、これはね。そうですね。さあ攻め込んでいけるか、右サイドから大きくクロスを上げますが走り込んでいけません。おークロスバーの上です。前半11分を経過しました。日本代表対ブラジル代表0対0です。前半15分が勝負だと言っていた日本代表鴨監督、現在12分40秒経過、依然0対0です。まあ、イギリスでの2ヶ月前のアンプロカップの時も立ち上がりをまず崩されてね、選手が許しました、はい、まあ、もう一つはね、まあ、ブラジルとしてはちょっとチームの上で珍しい、はい、センターバック2人が左利きでね、レオナルド・ジーニョも左利き、はい、まあ、非常にブラジルのサッカー右左のバランスに頼るという、こだわるというサッカーが、まあ、ちょっと左利きを後ろとハーフに持ってきているところがバランス的にどう出るかという問題ですね、まあ、いろんな事情がありますが、先ほど田畑アナウンサーからもリポートがありました。とにかく日本にいるメンバーをはじめとして今度の韓国戦以降もなかなか見る機会がないんで、そういう選手を見ておきたいというマリオ・ザガロ監督64歳のコメントもありました。さあラモス、左から井原です。ラモスがちょっと下がっています。縦のパス、森島をスルーする、一旦戻して井原が前の方までずっと上がっていきます。左サイドに相馬がいますが、パスをつなげようとしたのは福田の方です。さあ井原、本当に前へ前へ前でとにかく勝負しようというその姿勢が見えてますね。攻め込んでいきました日本。これ思い切ってね、はい、勝ち点もない試合ですから、やっぱり伸び伸び思い切ってやった方がいい試合ができると思いますね、はい、カズの姿が見えます。世界を舞台に活躍するカズですが、その始まりはブラジルへの武者修行からでした。さあフリーキックのチャンス、すごいシャッターフラッシュの光がこの国立競技場を追いました。こういうセットプレーでね、日本は一つの形が取れますから、はい、ぜひここで選手点を先にぜひ取って、ね、試合をもっともっと面白くしてほしいですね。今度はコーナーキックです。もう一度カズが蹴ります。さあチャンスになるか、ヘディング、これは大きくクリアされました。しかしまだ日本ボールです。カズがトラップ、ボールを奪っていきます。もう一回攻め直し、
おお、すごい動き、すごい動き。ロドリゴ一人でボールを奪った。ドリブルで持っていく。速い速い。普通に走るよりもボールを持った時の方が速いんじゃないかっていうぐらい速いですね。まあそこにね、今まであのロベルト・カルロスっていう、はい、ものすごいいい選手がいますけど、今日その間にまたすごいのが出てきますから。そうですね、まあ、ブラジルのサッカーの層の厚さをね、はい、感じさせますね。ロベルト・カルロスのまあ控え的な立場であるはずのこのロドリゴですが、いい動きをします。今ね、あの特に中盤からフォワードにあの動きがね、はい、1人が動くと周りが動いてないような場面がちょっと多いんですよね。ですからあのブラジルのチームというのはお互いに自分の裏をかなりカバーしながら、守備に入っているんですよ、うん、ですからその動きをもう少しこうあの1人だけじゃなくて、うわ1人2人本当につながってきてヘディング、これはゴール決まりません。エジムンドのヘディングシュート決まりません。今のなんか柳島さん、まさにそうですね、後ろから後ろからどん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 、後から後から来ます。ですからあの、まあ、日本のセンターバックがあの2トップの2枚をね、引いた2トップをどうするかってすごく迷ってるんですよね、でついてきたらそのスペースを誰かが使ってるんでね、だからなかなかこう自分たちはどうやればいいかとちょっと迷いがあるような感じもするんですよね、中でね。動かないというよりも動くに動けないというような状況があるんですか。ですから相手のブラジルのセンターフォワードがボールをあのもらうために引きますよね、はい、でそれについていくと、うん、穴が開きますね、やっぱりね、その穴をそのスペースを他の選手が使おうとしてるんですよ、うん、だからそこであのマンツーマンで行かれるとそのスペース使われてるんで、はい、おそらくセンターバックがその辺をねちょっと気にしながらやあのマークしてるような気がするんですけどね、ソルジオさん、それじゃあまるで11人対20人ぐらいで試合してるような、そうです、そんな感じですよね。ポジション保たないですね、さあ正面からレオナルド攻めていきます。ここはなんとかクリアします。林、しかしこれカット。さあここからどう攻めるか。ジーニョ、技を見せます。一旦下げます。ドゥンガから、ドゥンガがそのまま打っていった。ボールはラモスに当たりました。今度はエジムンド、エジムンド右に振ります。ジョルジーニョ、ジョルジーニョここまで上がっている。さあエジムンドにシュートを打たせようという狙いだったんですが、これはなんとかこらえました。さあラモスから森島、2人がついてくる。あっという間にボールを取られた。圧力かけられた時の差がやっぱりありますね、レオナルドが一人で突破する。シュートできない。なんとか井原がこれをクリアしていきました。まあ、場面によってはあの日本代表もあの3人で相手を囲んでいる場面もありますけど、はい、ただあの見てるのが多いですよね。あーはーはー、あのブラジル代表なんかも囲んだらやっぱり取りに行きますんでね、そうですね、その辺の差はちょっと大きいんじゃないかと思うんですけどね、ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、アントラスのジョルジーニョ、おーっとこれは奪っていったぞ。さあチャンスになるか。ドリブルでずっと上がっていきます。勝つからラモスへ戻る。ラモス、うわ奪い返しに行きます。ジョルジーニョ、あっという間に黄色いカナリア軍団のボールに変わりました。前半の18分を経過しましたが、日本は健闘はしています。0対0が続いています。今から100年前、1895年日博修好通商公開条約というのがパリで結ばれました。それ以来の友好関係、日本とブラジル。まあ、その後カサドマルというのが1908年に第1回の移民を乗せてブラジルに行きました。あの時は2ヶ月船でかかったそうですが、そうです。今から考えたらね、そんなに食べたら近くなりましたね。近くなりましたね。まあ、ただこのサッカーにおけるその力の距離というのはね、セルジオさん、なかなか近づかない。まあ、あのこの友好100周年ですか、はい、まさにブラジルのサッカーも100年経ってますから、まあ、そういう差は急には縮まらないと思うんですけども、はい、さあジーニョコーナーキックです。これはあと入ってしまったのか。ジョルジーニョがスルーしてね、タイミングが小島の守るタイミングが合わなくて、小島ちょっと弾きましたね、はい、弾きましたね、小島が奪ったか、がっちり捉えたかと思いましたが、このボールを弾いてインゴールです。あーっとこれは惜しい、これは惜しい。しかし見事な、見事ですね、あの日本の選手、はい、多分2人ぐらいにボール
ったりぐらい触ってるんですね。そうですね。そこにこうちょっとタイミングが取れなくて残念ですね。はい、あっけない形でまずブラジルが前半の20分先制のゴールを決めました。コーナーキックからのゴールでした。前半20分にまずブラジルが1点を先制しました。1点を追いかける形になりました日本代表です。まあ惜しかったといえば惜しかったんですが、そうですね、本来ね、日本がセットプレーで取って、はい、先に先行すれば試合もっと面白くなるんですけども、今日まだまだね、まあ、ここでね日本あんまり引いちゃいけないと思うんですね、はい、その自分がボール持った時に、はい、バックライン4人保ってね繋いでるから、ちょっとフォワードとハーフの間が空くんですね、もう少しやっぱり両サイド相馬と柳本のねもっと思い切った攻撃が見たいですね。なかなか相馬が2ヶ月前のエンブロカップではいい動き見せてましたが、今日はなかなか見られません。それとなんか柳本もね、やっぱり自分の持ってるスピードですか、もっともっと右から生かしていいと思います ね、 そうですね。ちょっと先ほどのゴールは福田の頭に当たったんでしょうか。さあ数が攻め込んでいきました。セルジオさん、はい、ですね、先ほどコーナーキックの前にザガロが初めて出てきましてですね、はい、右サイドから攻めろ、こっから攻めろって指示出した矢先のコーナーキックだったんですよ。そうですね、左利き2人置いてるからどうしても右からの可能性が少なくなるということじゃないかと思うんですね、はい、ですよね。ちょっと相馬サイドが上がれない感じですよね日本はね。そうですね、ファイオです。福田今日は調子の良さを買われて抜擢、そして11番はカズ。カズがなんとか突破口を開きたいところです。ドゥンガ、そしてジオバンニ、右サイドからジョルジーニョ、ゆっくりゆっくり上がっていきます。レオナルドが右、しかしこれはスルーしました。そしてジオバンニにボールが渡る。ゴール前にはエジムンドも詰めているが、どうするのか。エジムンドのシュート、2点目。その前にねエジムンドがねうまくイハラをブロックして倒してるんですね、はい、はーはー、レフリーがちょっと見逃したと思いますね。あっという間の2点目、前半の23分。9番のジオバンニが持っていきました。エジムンド、これです。スルーしたのはジーニョでしょうか。ちょっと不利になりすぎましたね、ここでね。はいはいはい、自分で打ちません。エジムンドに任せました。あっという間に2対0ブラジルがその強さを遺憾なく発揮して日本代表から2点をリードしました。前半25分を間もなく経過しようというところです。2対0とブラジルリード。さあ攻め込んでいこうというところ。日本、森島のクロスは上がりません。しかし簡単な詰め将棋でも見てるような感じでポンポンと決まりましたね。そうですね、まあ、それとやっぱり、まあ、チャンスですね。はい、日本がチャンスを迎えると、その前に笛がありました。出たんですねボールがね。でもやっぱりどうしてもね、まだまだ日本代表選手がブラジルと戦うときに、はい、イングランドでもそうですけども、ちょっとやっぱりこう貫禄負けをね、うん、ちょっとしてしまうなという感じがしますね、どうしてもこう受け気味になってしまう。もう少しやっぱり思い切ってね、チャレンジしてもいいと思いますね。鴨州監督就任9ヶ月、ま、前線するだけで喜ぶ時代は終わったと、とにかく、ま、無理を承知でも勝ちに行くとこう言っておりました。なかなかただね、やっぱり勝ちに行くためにやっぱり今バックラインが4人残ってますね、やっぱりもっともっとやっぱり押し上げを早くしなくてはいけないと思いますね。さあ早く上がっていきたいところです。山口取られた。これは奪い返せるか。ダメです。左から井原、一旦戻します。柱谷、ラモスの動きというのは与那城さんどうですか、ここまで見てて。そうでね、通常の動きとは違いますよね、はい、やっぱりどうしても足が気になるんでしょうかね、はい、さあ福田がセンタリングを上げる。これはクリアしました。やっと攻め込んでいきましたが、まだシュートには至りません。足ですか。そうだ、あそこで、あそこというか中盤でね、彼がもう少し絡み出さないと、やっぱり日本のリズムが出てこないと思いますよね。そうですか、で特に右サイドから攻撃してると、代表のブラジル代表のジョアジンがあんまり絞らないもんですから、
ツートップが、ま、真ん中でマンツマンになってるんですよね、うん、だその辺をもう少しこう使ってもいいかなという感じはするんですけどね。要するにあの代表のツートップがねもう少し前の方で張、はい、ればまた向こうのセンターバック2人がそのカーズと福田をマンツマンで見るっていう形がこう作れたらいいんじゃないかと思うんですけどね、あのブラジルはねあのジーニョとレオナルドがね交互にこうハーフとフォワードの間非常につなぎの仕事してますね、はい、さあやっと攻め込んでいけるか。これは無理です。日本の場合は本来 あそこに森島とかあの辺りがこうつないでくれなかったらあの同じ勝負ができないと思うんですね、その分がねちょうど今日ゲストで来ている前園が非常に得意なプレイヤーでね、なんかこう、あの辺りからこうドリーブルあるいはスピード乗ってプレーするというね、なんか本人もここで見てイライラしてるじゃないかなと思うんですけど、大きくても正確なパスがここで通るかどうかというところです。ギリギリいっぱいまだ残っている、残っている、そのままドリブルで持っていく、余裕のシュートになるのか。これは小島が抑えました。なんとか小島を抑えました。またエジムンド一人で持っていきました。この人はもうブラジルの暴れん坊とご紹介しましたけれども、いろいろトラブルメーカーでもありますが、まあ、今のあのエジムンドのプレーも結局あのチャンスですね。さあジオバンニかレオナルドに任せるか。これはシュートになりません。結局この長いボールがエジムンドと今柱谷でしょうかね、あそこで競り合ってやっぱそこでカバー入るか、またはなんかボールもらおうとかそういう周りの動きも必要ですよね、やっぱ立ち止まっているような場面が多いと思うんですけど ね、さあカズさん、カズの技は通用するのか。倒されました。チャンスですね、はい、セットプレーはやっぱり後ろから井原、ヘディング強い選手曲がれるから非常にチャンスと思いますね。さあロナウドが懸命にこれはスライディングに行きました。コーナーキックを迎えました日本です。蹴るのはカズ、さあボールが上がった、ヘルンクリア、ロナウドまだチャンスか、まだチャンスか、そのままシュートに行けるのか。井原がずっと上がってきている、まだチャンスをつなげていきたいところです。そのボールを大きく上げました。大きなチャンスではありました。セルジオさん、はい、もう終始ブラジルの寄せは早いですね。早いですね、ロンドンもね、イングランドでもこれにやられたんですね。そうですよね、やっぱりある程度やらせてくれるときにまだまだ日本はその自分の良さは見せられるけども、やっぱ激しくプレッシャーかけられたときにまだまだ世界のレベルの中に課題がいっぱいあるなという感じがしますね。前園さんどうですか、解説の方々の厳しい意見が出てますが、実際のプレイヤーとして見てて。そうですね、ここから見てたらできるなと思うんですけど、実際やっぱり中に入っていると非常にプレッシャーかなり厳しいと思います、そのプレッシャーっていうのはなかなか言葉では言い表せないと思いますけれども、けどもここにね、例えば1人がワンマンで1つのドリブルをする、この5万人の味方をね騒がして味方にプラスにするというそういう思い切ったプレーが1つか2つ出れば、なるほど、会場が湧いて非常にそのチームもそのプラスになってくると思うんですね、まあ、今までの対戦とちょっと違うのはセルジオさんおっしゃったように5万人という味方がついている、今も見てても、ここの自分のコートにね、4、5人ぐらい残ってるんですね、もう少しやっぱり攻撃に出るときにやっぱり前に行ってほしいですね、柳本真ん中、福田に通りません。カズが行く、難なく黄色いユニフォームがボールを奪いました。あと誰か一人倒れておりますが大丈夫でしょうか。ロドリゴですね、はい、あのカズと、まあ、カズがスライディングした中でちょっと足が挟まれたんですか。足を挟まれました。まだ倒れてますロドリゴ。セルジオさん、はい、最初の右からの攻め、それからコーナーキックのあのパターンがなんか日本に効いちゃってますよね。相馬がなんか全然上がれなくなりましたもんね。そうですね、ちょっとノーガードになってますね、はい、やっぱりどうしてもラモスのコンディションが、はい、普通はラモスあそこまで追いかけるはずのに、はい、今日はどうしてもやっぱりあそこまでいけないという運動量がちょっと足りないところに、まあ、さすがブラジルはそこを見逃さないですね。その辺もやっぱりサガラの指示あったんですかねと思いますね。やっぱりちょっと右から行こうという指示の後に、はい、まあ、井原があそこにカバーに出ようとしているけれども、その前の、ね、はい、段階にやっぱりもう一人あそこに欲しいなという感じがしますね。鴨
監督とそしてラモスが何事か話をしておりました。あ、ちょっと足の状態が良くないようです。ロドリゴ、ブラジルの、エスピリトサント州というところにありますビトリアに所属しております、ロドリゴです。森下さん、はい、16番のゼロベルトですかね、はい、トントゲーザーの選手がアップしてますね。そうですか、はい、現在けども大丈夫でしたね。戻ってきましたね、はい、今戻ってきました。そのロドリゴです。そして右からアンドレ・クルズ、そしてドゥンガ、あっという間に前線に渡ってエジムンドがここまで詰め寄ってきました。7番のエジムンド、大丈夫のようです。ロドリゴ、さあ井原です。井原からラモスへ、ちょっとボールが大きすぎました。ロナウド、アンドレクルズ、はい、田畑さん、先ほど鴨監督とラモス選手話してたんですけども、どうやら今のポジションチェンジをするというのがですね、どうやらその内容だったようで、はあはあ、福田選手とラモス選手と2人でですね、そのポジションチェンジのようなジェスチャーしてましたんで、ラモス選手が前に張るような形これから出てくるかもしれませんね。なるほど、ちょっと前には出てきましたラモスです。さあこれは難しいバウンドになりますが小島が抑えます。日本代表初代表のゲームが6月のブラジル戦でした。ゴールキーパーの小島、一方のブラジル代表のゴールキーパーをなかなか紹介する暇がないほど、まだシュートは日本1本も打っておりません。この人ジルマールです。36歳ジルマール。ちょっとあれバイゾノに質問したいんですけどね、特に、ジンニョがね、どうもブラジルのナショナルチームに仕事するときにすごい自由に ね動いてすごい機能しているという感じですけども、なんかマイゾノもあの辺りのポジションですからね、はい、なんか参考になるところがあるじゃないかなと思うんですけどね、その無駄な動きほとんど攻撃的にプレーしているなという感じがしますね。そうですね、やっぱり周りのとの連携もあると思うし、かなりうちのチームでは見られないような動きをブラジル代表の時はやってるんで、非常に僕にとっては参考になりますね。まあ、各選手がそれぞれそうなんですが、やっぱり同じ黄色いユニフォームを着ると顔つきからプレーまでいろんな部分で変わってくるというか、他の選手がまた良さを引き出したり、そういう部分があるみたいですね。まあ、競争が激しいところにね、例えばロベルト・カールズが今日来てない、ロドリゴがチャンスですね、そこを生かせるか生かせないところで、まあ、自分 の, そのナショナルチームにとどまるかとどまらないという、非常に各ポジションにね休めないんですね。そうですね、まあ、そういう意味では今日10番に抜擢されたレオナルドも、とにかくジュニーニョというすごい選手が ね、いますので、なんとか今日ここでアピールしておきたいという気持ちがあるでしょう。10番アントラーズのレオナルド、日本の10番はラモスです。日本のルーキーの林、井原前に送って福田戻して相馬にボールは通りません。前半の35分に間もなくなろうとしています。福田正弘です、ベテラン。そしてドゥンガ、ブラジル代表のキャプテンです。さあ福田、さあ福田ドリブルで持っていく、そして森島、もう一回福田、右から柳本上がってきている、さあどうする、あっとシュートまで至らない。いいチャンスですけどね、崩したんですけども、ちょっと柳本のトラップがちょっと大きすぎたという感じがしますね。やっと右からの攻撃が続いてきましたけれども、シュートにまで行きません。もう一回森島だ、森島を使う、森島上げて数え、いかない、ギルマールキャッチ。カズトのタイミングいい感じだったですかね。2つ続きましたね、右サイドから非常にいい形を作りましたね、まあ、ここでほぐされてね、どんどんこの積極的なプレーをもっともっと出せますから、まあ、考えたら7人がね彼らと一緒に J リーグ戦っている選手と思えば、もう少しこう精神的に楽になると思いますね。ですね。でも今の森島の動きはすごく良かったんですよね、ですから一回、足元にもらいに出るような動きして、で相手が潰しに出かけた時にロングをもらいに出たんですよね、ですからその動き直すということがブラジル代表の選手の方がかなり多いですよね。一回動いてもらわなかったらもう一回動いてから、
なんか自分の足元でもらおうという意識がものすごくやっぱり強く感じますよね、はい。まあ、それも日本代表もそれをもう少しやるともう少しボールがつながるんじゃないかと思うんですけどね。日本代表とブラジル代表が初めて戦ったのは1989年、これはブラジルリオデジャネイロでの試合でした。この時は1対0でブラジルが勝ちました、まあ、1対0ではありましたけれども、この時もドゥンガを中心にしまして、彼かロマーリオ、レベットだというそうそうたる顔ぶれが32本のシュートを放ちまして、結局ゴールを決めたのは今ベルディにいますビスマルクのヘディングゴール、この時ビスマルクの代表初ゴールでした。そしてまだ記憶に新しいのが2回目の対戦、6月のアンブロカップでした。この時はジーニョが2ゴールを決めて3対0、ロベルト・カルロスが先制点を挙げました。3対0ブラジル圧勝でした、まあ、ですから今日の対戦も勝敗の予測はこれ以上予想しやすい対戦というのはないのかもしれませんが、その通りですね、はい。さあブラジルチャンス、また攻め込む、倒されましたが笛はない、それ吹いちゃいけない。さあパスが数へ通らない、ラモスから数へのパスが通りません。狙いはいいですね、その攻められた後に早い逆襲ですね、はい、ちょっとタイミングが合わなかったけど、狙いはいいですね。僕はあの福田あるいは森島のね、はい、こういう逆襲のパターンをちょっと使ってもいいじゃないかなという感じがします。今ももう少しあの1人欲しかったんですね、後ろからね、なんかこうサイドの方というか左サイドの方というかね、そうするとこうラモスにまたそのパスのコースをね作れるんでね、幅ができてきますからね、はい。ロドリゴです、足は大丈夫のようです。マークに行きました3番の柳本ですから、なんとしてもここはまず1点、とにかく史上ブラジル戦の初ゴールというのを日本に決めてもらいたいと思うんですが、そのなんかこう少し光が見えてきつつありますね、セルジオさん。そうですね、あの2つの右のね、はい、あの形ができますからね、そのあたりはその ついてほしいですね。さあラモスからカズヤのパスは通ったぞ、今度はどうする、カズが一人でドリブル、ボールを奪い返しましたブラジルです。セルジオさん、はい、初めて相馬が今行きましたね。そうですね、やっぱりなんかこう行きたいけども怖いっていうね。そうですよね、でもどんどん行ってもらいたいですよね。行ってほしいですね、だからあんまりスコアにこだわらないでね、やっぱりあんまり勝ちに行くのもいいんですけども、やっぱり認めてですね、やっぱりチャレンジする気持ちもあってもいいじゃないかなという感じがしますね。でもやっぱり勝ちたいのはやっぱり攻撃に総動員しなかったら厳しいということじゃないですか。12番の相馬です。このゲームが国際 A マッチ6試合目ということになります。相馬です。アンドレ・クリズボールを持ってハーフウェイラインを越えました。レオナルドからサンパイを経て左に振ります。さあドゥンガどうする、もう一回サンパイを、ちょっとドゥンガが下がっています。右からレオナルドポーンと合わせて、今度はジオバンニが出ていきますか。サンパイオがここまで上がっていきました。立ってますね、日本の選手今ね。立ってますか、はい、だからいけませんね、この辺りこう取ってからね、もう少し攻撃しようとするより、なんかこの暑さに当然きついと思います、さああっという間の40分が経過しました。前半が残り5分です。カズももう一歩のところまで行きますがシュートに至りません。そしてラモス、の動きもちょっと止まりましたか。ジョルジーニョ、レオナルド、チームメイト同士です。鹿島アントラーズ、そこに相馬が絡んでいくという、まあ本当に夢のような話ではありますけれども、同じチームなんですかね、はい、けどもね、はい、同じチームでやりながらね、さあ福田そのサイドターゲットとして攻めるのもね、なんか知り尽くしているという一つかもしれないですね。ゴールキーパーもジルマール、セレッソ大阪のゴールキーパーです。ですから、まあ、ブラジルの凄さというのは本当に数え上げたらキリがありませんが、何がすごいといってドゥンガをはじめとして日本でプレーする選手、している選手というのが非常に多いことですよね。多いですね、まあ、もしかしたらこういう記念行事だけじゃなくてね、どうせ J リーグに来てるから、はい、まあ、もっとね彼の力を借りて彼らを集めて、はい、もっとこうチャレンジゲームを国内でね、いろいろイベントを兼ねてやってもいいなという感じがしないことないです ね、 ゴールキーパーのジルマール、それからジョルジーニョ、
さらにはロナウドも清水エスパルスに今のところ所属しておりますし、それからサンパイオ、ドゥンガはジュビロ磐田、そしてレオナルド、アントラー、ジーニョ、横浜フリューゲルス、ドゥンガです。折島の動きはまだまだいいようです。カナリア軍団のキャプテンドゥンガ。セルジオさん、はい、ブラジル代表の10番のレオナルドなんですけど、はい、どうなんでしょう、ブラジル代表の核となってには今までどうでしょうね。けどもね、なんかこう、彼が必死にね、はい、自分のポジションを印象付けようとするところがね、はい、まあ、日本には当然一人のスターの一人ですね、はい、このチームの中にチャレンジしなくていけないという立場に追い込まれるブラジルのサッカーの層の厚さじゃないですかね。さあ相馬から福田へマークに来たのはアンドレ・クルーズだ。福田まだボールをキープしている。やっとゴールラインを割りました。好調福田です。今福田のプレーは僕はいいと思いますね、こうつつくプレーをね、はい、すればお客さんも騒ぐし、お客さん騒げば非常に雰囲気が良くなると思いますね、これです。アンドレ・クルーズがマークに行って、そこへドゥンガも上がってきました。ブラジルボール、サンパイオからレオナルド、左からロドリゴです。さあ柳本マークに行きます。真ん中ボールを奪ったと、さあカズダ抜けない、しかしボールは日本、森島、右から柳本、ボールを上げて常に行く選手はいない、クリアしました。ドゥンガが怒ってますよ、怒ってるところですね。何してるんだというところですね。まあ、ジュビロの選手はこれを格好しなくちゃいけないということじゃないですかね、これから。まあ、しかし非常に頼もしいキャプテン、まあ、さすが世界のブラジルのキャプテンですね。そうですね、まあ、ブラジルのチームを来れる選手というのはめったにないの、彼しかいないじゃないですか、ね、さあラモスだ、ラモス、気迫ラモス、満身創痍、夢にまで見た今日のブラジル戦です。日本とブラジルの駆け足となった男の一人、ブラジルのチームから日本に若干19歳の時に渡ってきました。さあ初めてのシュート、山口が打っていきました。この人はイングランド、あのアムロカップの時にも再三のミドルシュートを見せました。これいいですよね。でもね、そうですね、まあ、あの得意な足じゃないんですけどね、はい、まあ、この思い切りのシュートというのは、まあ、日本は押されている中でこういう思い切ったプレーというのはすごく効きますね。でも今の山口のインターセプトが、ね、2回続けて出てきましたね、はい、ですからそのインターセプトを狙おうという必要性ももっともっとありますよね。前に出る姿勢がもっと出てもいいと思いますね、初めてのシュート日本、山口が打ちました。どうしてもボールが出てからあのアタックに行きますので、そうすると、はい、彼らはブラジルの連中ってみんな個人技が高いもんですから、取れなくなりますからね、ですからもう、まあ、吉尾早くインターセプトを狙おうという姿勢をね、やっぱ必要だと思いますね、はい、戻します。相馬からカズにボールが渡る、カズ、そして相馬がまだボールをつないでいる、一人で持っていく、一旦戻してカズがどうする、ドゥンガもいる、ラモスがこの位置だ、ラモス、ゴールの正面には森島がいます、右に回していく、林も上がってきた、ラモスがセンターからスルーのパスを通して、福田のシュートが、カズも打てない、まだチャンス、ロングシュートになるか、柳本、これはブランダー、ボールは浮いている、ドゥンガ、ゴールキーパーにボールを戻します。攻めらしい攻めがやっと見えてきました。日本すでに前半ロスタイムに入りました。日本いい形ですね、いい形ですね、はい、さあ攻めていきたい、ドリブルずっと上がっていきます。柳本、カズと福田、惜しかった前半の終わりになって、なんか全日本もなんかこう掴んだことがあるかと思いますね。やっと地に足がついてきたかなというところで前半の45分が終了しました。ジョルジーニョ20分に、23分エジムンド、ブラジル2点を先制して前半の45分が終了しました。満月のもと記念すべき日本のブラジル戦初ゴールがなんとなく近づいてきてるような気がする前半最後の終わり方だったような気がしますが、今日の放送席です、セルジオエチゴさんはブラジル生まれのブラジル人です、ね、そうですね、はい、与那城ジョージさんはブラジル生まれの日本人
はい、そして前園正清さんがゲストです。よろしくお願いします。まあしかし、ね、セルジオさん、はい、まあ、ため息しかつけないような大変な、まあ、予想されていた通りの ね、ブラジルが出足からも一気に勝負決めようとしたところ、日本がちょっとこうもたもたした終わりぐらいにね、ちょっと日本らしいゲームができて面白い前半でした、うん、前園さん練習終わってすぐに駆けつけてきたんですが、はい、どうですか前半終わって。そうですね、やっぱりあのブラジルのすごいあのプレッシャーも激しくて、非常にコンパクトなゲームをやってると思いますね、チームメイトのねジーニョもいい動きをしているように見えますし。そうですね、さて前半45分が終了しました。前半を終了して2対0ブラジルが2点をリードしてますが、その VTR を振り返ってみましょう。まずこれが1点目です。これは結局ジョルジーニョが最後決めたという形になってますが、あとどうなんですかね、まあ、オンゴールですね。オンゴール、まあ、蹴った人の一つのメリットがあるんですけど、はい、オンゴールでいいじゃないですか。そして23分はエジムンドがジオバンニからのボールを難なく決めまして、これで2対0と前半はまず2点をブラジルがリードしました。さあ日本が史上初のゴールなるかどうか、後半の45分に期待したいと思います。今後半開始の笛が鳴りました。今度は右から左へカナリア軍団ブラジル代表、左から右へ攻めます日本代表です。昨年のアメリカワールドカップで24年ぶり4回目の優勝を果たしましたブラジル、日本初上陸です。そのブラジルのサンパウロ生まれの、与那城ジョージさんが、今日出ている日本代表としている出ているあのラモスと知り合ったのはいつ頃になるんですか。おずいぶん前の話ですね、ですから自分は日本に来てもう23年経ってますからね、彼もだいたい15、6、7くらいですかね、はい、まあ、そのラモス少年をさあチャンスになるか。森島上げて数が詰めていきますが、ちょっとボールが大きい。そこに福田が追いつく、追いつきます。戻してラモスか、ラモスか、ボールを取れない。ジョルジーニョがボールを奪いました。ブラジルがラモスと出会ったのはラモスがヒゲが生える前です。そうですか。それはずいぶん前ですね。さあ森島センターから、これはクリアです。しかし開始早々から日本攻め込んでいます。この立ち上がりは日本いいですよね。いいですね。やっぱり前半と違ってね、前半は待ってでボールを取りに行かずに待ってたんですね、この立ち上がりは取りに行こうという姿勢がみんなに伝わってきているような、そういう姿勢で入ってきますから、これは後半は面白いんじゃないかと思います、ね、なるほど、それに期待したいと思います。さあジーニョ大きく上げてレオナルドが詰めていきます。もう一回ジーニョ、11番をつけましたフリューゲルスのジーニョ、そしてロナウド戻します。アンドレクルズ、そしてドゥンガ、ドゥンガから右に振ります。レオナルド、レオナルド持っていくマークに行きました。ラモス、さあボールを奪い返して早く攻めたいところですが、ブラジルの攻撃が続きます。ドゥンガ今度はどうする、左へ、さあ左からロドリゴ、そしてジーニョ、ジーニョが倒された。チェックに行きましたのは森島です。横浜フリューゲルスのジーニョです。15番この人は森島、セレッソ大阪の選手。おー、ドゥンガからあっという間にボールが渡ってシュートがポーンと浮きました。ディフェンダーに当たって浮きました。シュートを打っていったのがジオバンニです、長身の選手。森下さん、はい、田畑さん、ここでハーフタイムのコメントをお伝えしたいと思います。日本代表鴨監督なんですけれども、2点はもうミスで失ったもんだから、うん、もう全て忘れて今後半 0-0 の気持ちで、戦おうと、とにかく勝つために45分全力を尽くそうじゃないかというふうに選手を送り出しました、はい。そして本当に勝つためにですね、1点1点積み重ねていこう、とにかく最初の15分が勝負だと、まあ、前半と同じようなコメントなんですけれども、ただ一つちょっと気になるのがですね、ラモス選手がこのピッチに姿を現すときに右足を引きずってたような感じがするんですよね。ですから後半どれだけ頑張ってくれるのかというのは気になるんですが、一方のですねザガロ監督はですね、ひそひそ話の中、ちょっと通訳の方に聞いてみたんですけれども、ハーフタイムのコメントは秘密ですというふうにですね、こちらの方もかなり慎重にこの試合に臨んでるみたいです、はい。さあ数からボールがつながりませんでした。エジムンド、7番のエジムンド、林がマークに行きます。
おっとこれはチャンスになった。真ん中1対1か、カズ打てない。福田がシュート、初ゴールは福田。日本がブラジルから1点をマークしました。前半3分55秒、1995年8月9日86分、福田が記念すべきゴールを決めました。確かに見ました、記念すべきゴール。いやー、余韻は冷めありません。後ほどいろいろともう一度振り返ってみたいと思います。日本が1点を取りました。日本がブラジルから記念すべき初ゴールを奪いました。得点2対1、勝負の行方もまたこれで分からなくなってきました。さあこれです、カズから右サイドから走り込んできた福田、これは見事に決まりましたね。そうですね、はい、エジムンドが逆サイドに大きく振ろうとして、ミスキックしたところに日本にチャンスが生まれましたね。カズがね、アンドレ・クルースを抜こうとしたところに、はい、うまくね、福田がフォローして、落ち着いて決めましたね。記念すべき歴史的ゴールは福田が決めました。前園さん、自分で決めたかったなって気持ちになってんじゃないかと思いますが。そうですね、やっぱりああいうミスを一つ一つ取っていくとチャンスあるんじゃないですか。そうですね、はい、柳島さんおっしゃってたいい攻めっていうのが得点に結びつきましたね。柳島さん、そうですね、パスはボール取りにいたものですからね、イディムンドがちょっとこう迷ってドンクパスを出そうとしたところを、まあ真ん中を通そうとするというのはね、まあ、それはいいパスじゃないんでしょうけど、それがまた、地面を蹴ってしまってね、ですからそれと、まあ、数それにいい反応をして、それでなおかつその、福田がね、後ろからいいフォローしましたからね、またそれでフォローなかったらまた得点になれないですからね、いいフォロー、いい反応をしたと思いますよね。これで日本チームは活気づきますが、しかし目の色を変えるのはブラジルだ。ブラジルだ、ブラジルが1点返しに行くぞ。レオナルド、初めて失点を日本代表から許しましたブラジル代表です。2対1、まだ1点リードしておりますが、ブラジルがここから総攻撃をまたかけてくるか。1点差に詰め寄った日本です。さあ、はい、逆にブラジル代表がね、前半と違ったパターンでサッカーをやりだしたら、要するに速攻をかけようとかスピード上げようとした時に、日本に合わせてくると思うんですよね。まあ、前半はゆっくりしたボール回しで、それが日本が合わせてた場面ですからね。さあまたチャンスになるか。右から行く、右から行く、シュート、これはダメでした。柳本が右から持っていってのシュートでしたがダメ。まあ、今のところはブラジル代表が日本代表の、リズムに合わせてくれているような戦い方ですね。合わせてくれている、はあはあ、で前半は逆に代表が、日本代表がブラジルのスローペースですね、あれに合わせてたもんですから、あれはもうブラジル独特なスピードの変化がで突破していきますんでね、やっぱ自分たちのやり方を保てらいいなと思いますけどね、こういう流れのうちにもう1点取りたいですね。そうですね、やっぱりもう失うものないんですよね、はい、思いっきり。さあカズのボールが上がった、ヘディングクリア、ブラジル必死のクリア。ゴールキーパーはこの人ジルマールです。そしてヘディングクリアはロナウドがちょっと頭を押さえてます。カズのコーナーキック、クリアしたのはロナウドだと思いますが、そのロナウドがちょっと倒れてます。1点、記念すべき歴史的初ゴールを決めましたが、1点取ればもう1点と我々どうしても期待したくなります。得点は2対1、ブラジルリード。ロナウド立ち上がりました。さあもう1回チャンスを迎えます。もう一度コーナーキック、日本カズが蹴ります。さあカズ表情真剣になってきた。また上がる、これはパンチングで逃れた。もう1回チャンスになると、シュート、ジュルマール体を張ってこれを抑えました。いいですね、林が蹴っていきました、はいはい、林のプレーがすごい余裕がありました、ね、なんか初出場と思わないぐらいの余裕 で、 これです。まずはこの後ですね、はい、ここにいいトラップしてよく周りを見てね、はい、惜しかったですね。林から井原へボールを渡しました。さあ今度は逆サイドになります。今度はどうだ、またボールが浮いている。レオナルド、ラモス、
ラモス、シュート、打てボールを上げた、ジェルマールパンチング、まだ浮いている、まだチャンスは続いている、シュート、ダメだ、ディフェンダーに当たった。いやジョルジーニョが今完全1点防ぎましたね、いいですね、国立競技場がこのリズムで日本がやってくれればもう興奮して大変じゃないですか。この森島のシュート、なんとかクリアしたのはジョルジーニョ、いいシュートですね。はい、まだチャンスは続きます、まだチャンス、日本チャンス、後半まだ9分です。カズの動きも良くなってきた。さあラモス、センター、ラモスがどうするんだ、抜けた、カズのゴール決まらず、ちょっとフリーなりすぎましたね今ね、ちょっと慌てたじゃないかな、そうですか、ね、これも決定的なチャンスかと思いましたが、オフサイドギリギリですか、はい、旗上げてもおかしくないぐらいフリーでしたから、もう少し余裕があってもよかったと思いますね、カズがちょっと頭に手を当ててます。惜しいシュート、ほら鴨さんは立ち上がりましたが、その通りですね、同点シュートは決まりませんでした。同点になればね、本当に素晴らしい結果になると思うんですけども、でもいいですね、日本は後半いいですね、はい、さあ戻り後ブラジルは反撃に出る。サンパイオです、ボールは浮いている、一人でトラップ、そのまま打つのか、右に振ります、今度はどうする、レオナルド一人で一旦返す、ドゥンガから左へ、さあジオバンニか、打ちません、また右へ振ります、右からジョルジーニョも上がっていっているか、ドゥンガです、ジーニョ左に振った、ドドリゴ、あーっと柳本ボールを取れるか、取れない、テレビの画面では見えないんでしょうけど、一つボールが動くごとに、はい、日本の選手がすごい反応していますよね、全員が、その辺が今前半と全然こう変わってきましたね。なるほど、森島からスルーのパス、カズ、やっぱり1点取った後のチームって精神的にプラスになるんですね、さあエジムンドが来たぞ、これはクリアです、7番のエジムンド、まあ、少しずつね、やっぱり今まで点取れなかったチームに1点取った、はい、少しずつやっぱり、こういう繰り返してね戦っていくことによって差が縮まってくるということじゃないですか、大変な快挙、日本が後半の3分福田のシュートでブラジル代表から1点を取りました。ブラジルは時差が12時間あります、今朝ブラジルのファンがこの試合を見ておりますが、なんてことだと思ってるかもしれません。さあ今度はジーノが攻める、これはクリアしていきました、三原です。おそらく前半だったらこのオーバーラップはうまくはまってましたね、少しずつこうなんかブラジルのチームも少しずつこうミスが出てきましたね。なるほど、ブラジルとの時差は12時間、そして季節は今真冬ということで、この暑さ特に湿気には参ったというようなことを各選手言っておりました。さあボールが浮く、おっとこれも危ないシュートではありました、長身のジオバンニの頭に当てましたが、これは左に逸れております。セルジュさん、はい、本気にさせましたね日本代表ね。 いいですね、この後半のね、前半はやっぱりちょっとこう受け気味になってましたね、はい、柳本にしても相馬の押し上げが、ラインが全然違ってますね前半とね。ドゥンガに競りかけていきます、森島、ドゥンガ本気にさせたというコメントが川添さんからもありました。とにかく本気にさせなきゃいけませんよね、ついに表情もなんか心なしか厳しくなってきたような風に見えますが、ブラジル代表得点はまだ2対1とブラジルが1点リードです。エジムンド戻して、レオナルド、ドゥンガこの位置、キャプテンドゥンガ左に振って、ドドリゴこの位置です、柳本マークに行きます。さあここはどう攻めるのか、レオナルド、ドゥンガが下がってます、アンドレ・クルズ、ブラジルの動きもまた激しくなってまいりましたが、日本ボールを奪ってラモス上がる、まさにラモスのサッカー人生の今日は花道ともいえるブラジル代表との一戦です。
この人がブラジルから日本に渡ってきた時に与那城さん、誘ったのは与那城さんと聞いてますが、まさか日本代表として国立でブラジルと戦おうとはね。そうですね、あの人があの国籍を帰化するのは信じられなかったですからね。そして夢にまで見たブラジル代表との戦いを今迎えているわけです。しかも一つのゴールを決めました日本。与那城が、ね、先に帰化してその代表入りしましたからね、はい、やっぱりそういう道もやっぱり先輩から後輩にねうまくつながってラモスまで行ったということじゃないですか、はい、さあレオナルド、ブラジルの反撃はどう攻めてくるのか。サンパイオからそしてエジムンド、エジムンドゴールの正面にはこの人がいます。おっとレオナルドが出てきた。あっという間に出てきてシュート。レオナルド10番の意地、3点目のシュートはレオナルド。今の準備がね本当に足でやってるじゃなくてサッカー手でやるんだっていう。はあ、さあ見てみましょう。これで3対1になりました。人数は日本の方が多いんですけどね。4人を引きずるようにしましてその間をすり抜けていきました。やっぱり後ろから上がってくるとなかなかマークしづらい面もありますね。そうですね。後半14分ブラジルがまた1点を加えました。ついに起こったブラジル、後半になって1点を加えました。3対1。さあなおも攻撃の手を緩めませんブラジルです。森下さん、はい、田畑さん、日本代表ここで黒崎が出ますね。そうですか、はい、先ほどのこれがレオナルドのゴールです。セルジオさん、はい、レオナルドって右足も蹴れるんですね。そうですね、入っていったリズムがね、はい、良かったんですね。だから強いキックより要するにもう流れで蹴ったという感じがしますね。さあそしてレオナルドのチームメートのここで黒崎が入りました。まあ、せっかくですからね、はい、その勝ち負けももちろんその中心にやらなくてはいけないと思うんですけどね、せっかくだったらもういろんな選手にねこういう大舞台こういう強い相手と体験させるということも一つの手と思いますね。A マッチ23回目という黒崎ですが、この黒崎は非常に強運の持ち主で過去2回のブラジル戦も戦った機会を得たということで、これが3度目のブラジル戦になります。彼だけじゃないですか3回やってるのは。89年ブラジルで戦った時にはあの時はまだ学生だったですね。はい、セルジオさん、あともう一人、はい、井原がいますね。あ、そうですか。黒崎と井原の2人がこれまで今日で3度目の戦いということになりますが、89年当時は黒崎は本田技研によりましたか。そうです ね、はい、そして2ヶ月前あのイギリスでの対戦、そして今日3度目の対戦、井原も3度目ということでブラジル代表と戦うのが3度目というのが井原と黒崎の2人です。その井原です。さあブラジルまた攻め込んでいくぞ。ブラジル攻めていく、ここからどうするのか。ポーンと浮かして今度は誰に合わせるか。ジーニョが上がってきましたがこれは合いませんでした。さあ、ね、日本反撃したいところです。はい、けどもね、おそらくブラジルのチームから最初に戦った時に一人もいないと思うんですね。ほうほう、代表と日本と戦ったブラジル選手はその当時一人ももういないと思うんですね。ああなるほどね、はい、そこの入れ替わりの激しさを感じますね。はいはい、さあ日本攻め込んでいきます。初めて戦った時にはとにかくドゥンガは今もまだいますけども、カレカとかね、はい、ロマーリオ、ベベット、ビスマルク、こんな顔ぶれでした。さあ得点の方は3対1です。1点を日本がブラジルから初ゴールを決めました。後半の3分福田のシュート、しかしその後14分にレオナルドが決めまして3対1です。ここからは本当に暑さとの戦いというのもありますから日本にとってはチャンスも増えてくるかと思うんですがね。ただねやっぱり2点差になったところがね、はい、一番日本がいい内容いい内容の時に同点が欲しかったですね。やっぱり2点差と、そうですからね、2点差に持っていったら当然つなげるブラジルがね、はい、もう少しちょっと1点差よりちょっと落ち着いて余裕が出てくるじゃないですか。ジーニョからここはゆっくりとつないでいきます。ドゥンガ、日本は早いリズムをね、はい、やめてほしくないですね。そうですね、控え選手もまだいっぱいいますしね、90分やる気持ちで、はい、
頑張っちゃいけないと思いますね。ジオバンニから右へジョルジーニョがずっと上がっていきます。アンドレクルズ、まあ、大きくサイドを変えます。ドゥンガへ、はい、また前半の雰囲気流れになってきましたか。ブラジルの独特のあのリズムでボールが回ってますね、テンポを変えなければいけません。カズがこれに果敢に攻め込んでいきましたが、奪い返されるか。レオナルド、レオナルド、レオナルド、右からジョルジーニョ上がってきた、上がってきた、ボールを浮かす。今度は左からロドリゴです。ヒールパスを送ろうとしましたが通りませんでした。6番のロドリゴ、そんなにがっちりした選手じゃないんですけどね、非常にテクニックと瞬間的にスピードを持ってますね、はい、ラモスの動きはどうか、足は大丈夫ですかと昨日も聞きましたが、大丈夫という答えは返ってきませんでした。しかしとにかくやりますと言ってました。コーナーキック、7番のエジムンドが蹴ります。上がった、いいところへ上がったがパッチング、小島飲まれた。さあドゥンガのシュート、これはなんとかクリアだ。森島タッチへ逃れた形になりました。ブラジルが後半になって初めて日本代表から得点を許しました。2対1と詰め寄った日本でしたが、その後後半14分、レオナルドのゴールが決まって現在3対1です。しかしまだあと24分、試合はあります、時間は残ってます。あっと倒された、ラモス倒されました。ジーノドリブル右から、またレオナルドに任せるのか、その前にゴールキーパーが取りました。ジオバンニがレオナルドに任せるかと思いましたが、さあチャンスになるか、カズ、カズ、カズ、キーパーでデイルがクリア。カズの一つというのも見たい気がします。黒崎、ね、はい、がねヘディングで競り勝ちましたね、はい、いいチャンスでしたね、さあどうかな、相手のペナルティエリアに入ってシュート、打ったのは森島でしょうか。コーナーですね、森島です。多分あのロドリゴに当たってコーナーと思いますね、はい、ミドルシュート果敢に打っていきました、この15番の森島です。さあコーナーキック、大きなチャンスを迎えます。蹴るのはカズです。ゴールキーパーはジルマー、その前にロナウドがいます。ニアサイドには森島、そして黒崎、柱谷も上がってきている。井原がいます。おっとショートコーナーで行きました、ラモスからカズ、そして戻して山口、ボールを浮かせる、ロナウドクリア。これはどうだ、エジムンドはなんとかこれを逃れに行きました、なんとかこれはしのぎました。レオナルド、レオナルド、左からジーニョが上がっていく、ジーニョ上がっていく、うわすごい、しかしこれはなんとか、なんとかしのいだ柳本、柳本がよくこれを抑えました。ラモス、ラモス、ラモスからカズへ、カズへ、通るか、ダメ。こういう速いテンポのサッカーを見逃しかけたらリズムをつかめると思うんですね、はい、もう一回ラモス左へ振ります。今度はどう攻めるか、ゴール前、テンポを変えようというブラジルです。ロドリゴからロナウド、一回あの攻めた後のクリアボールがなかなか拾えないですね。そうですね、あの、まあ残ってる選手がね、あのポジショニングを考えた方がいいかなとも思うんですよね。米城さん、米城さん、はい、川添です。そういう意味でですね、はい、あの3列目の両サイドバック加茂監督がもうしきりに上がれ上がれって言ってるんですけどね、はい、ちょっと遅いですね、切り替えでしょうか。そうですね、もう一つはこの時間帯になったらやっぱり運動量がいい北沢ですか、その相手も疲れてる中にこう、はい、かけ回す、彼と森島っていいコンビですからね、来ましたよ、北沢も来ましたか、北沢来ました、足渡りから山口、そしてラモスへ、さあ日本頑張れ日本、あとまだ20分以上あります。右から柳本、ラモスが走る走る走る、オープンスペース、ラモスボールを上げられるか、ラモス追いついた、ボールを上げた、さあトラップさん、カズのシュート、浮いた、これは浮いてしまった、大
惜しいチャンス、カズのシュート決まりません。3対1、ブラジル2点のリードが続いています。日本がまたリズムをつかみかけています。また攻め込んでいます。右から柳本、ボールを上げる、黒崎か、カズも上がっています。さあまだチャンス、チャンスを続けたい日本。柱谷、左から相馬、さあ今度はどうする。そのまま切れ込んでいって森島、ダイレクトのパスは通りません。レオナルドが下がっています。右からジョルジーニョ、ラモスが今度は走る、ジョルジーニョについていく、ラモスが走る、ジョルジーニョボールをキープ、戻してアンドレ・クルーズから今度は前線か、おっと奪い返した、黒崎だ、さあ黒崎戻す、山口、ロドリゴからジーニョです。ドゥンガ、サンパイオが上がってきます。またブラジルの流れになるのか、日本ボールを奪い返せるか。森下さん、はい、ブラジルベンチジュニーニョアップし始めましたね。そうですか、サンパイオはどうする。レオナルド浮かしてドゥンガか、いやレオナルドだ、レオナルドだ、スルーのパス、サンパイオのシュート、難なく決めました。サンパイオ4対1、その差は3点になりました。後半26分、ブラジル、今度はレオナルドはサンパイオに花を持たせました。インステップのあっさりとしたキックでシュートで回して回して、そうですね、全くノーマークになりましたね。そうですね、これで4対1、ブラジルが3点をリードしました。FIFA 発表の最新のワールドランキングによりますと、1位はもちろんブラジルです。2位にイタリア、3位にスペイン、日本は33位、韓国が37位というポジションです。ここまで来たらとにかくブラジルの凄さをとことん見せてほしいなっていう、そんな感じになってきましたね。そうですね、追い込むところまで行っててね、ここにちょっとスコア忘れてね、あの1点でも1点でも取りに行くっていう、そういう効率いいことをやってほしいですね。はい、まあでも後半はまあ確かにまた2点取られて 4-1 になってはいるものの、後半の戦い方はいいと思いますね。いいですね、自分たちで狙ったその戦い方をね、みんながやろうとしているということは、やっぱりそれはいい、あのプラス材料になりますよね、はい。そしてここで北澤を投入してきました。また少し日本の流れが変わってくればと期待したいと思います。元気いっぱい北澤登場。後半の間もなく30分になろうというところです。得点は4対1。北澤元気いっぱい。さあロナウド、じっくりボールをキープして、森下さん、アンドレクルーザー、はい、川添さん、ジュニーニョ、サビオ、ナルシーダですか、この3人が出てきましたね。そうですか、はい、ジュニーニョもいよいよ出番の時が来ましたか。この人がジュニーニョです。まだ22歳、身長160センチとこのプログラムには書いてあるんですが、もうちょっとありそうな感じもしますけれどもね、これは前園に聞いた方がいいですね。前園いかがですか、これ。ないですね。ないですか。体重がしかもね、58キロというんですから、なんか一人だけ高校生か中学生がやってるような、そんな感じに見えるんですけどね。ものすごい強いもの持ってますよ、そのジュニーニョ、コパアメリカでも10番をつけて戦いました。ジオファニーといいコンビじゃないですかね。そうですね、190と160センチと190センチのコンビになるのか、ジュニーニョ登場するのかどうか。さあ攻め込んだ北澤だ、北澤だ、ジーニョがボールを奪う、そしてロドリゴ、柳本から黒崎、さあカズ、カズ、カズがボールを持って左に振ります。左から相馬上がってきているが、ボールはブラジル代表ジョルジーニョが取ります。セルジオさん、はい、この22番のサビオっていうのはなんかベベットをものすごく速くしたような選手ですよね。そうですね、これからねやっぱりどんどん伸びてくると思いますね。ただ今フラメンゴでロマーリオ、あるいはエジモンドとね、はい、いろいろ内紛的な問題があるらしいんですけども、これからやっぱり間違いなくストライカーとして出てくる一人の選手と思いますね。20番がこの人ジュニーニョです。やはりこのコンピューターによりましても身長は160センチ、体重58キロと出ておりました、この人です。そして22番がサビオ、フラメンゴの21歳の若手、
ジーコ以来の期待の星と大いに評価の高い選手です。さらに15番のナルシーソ入りました。サントス FC、 この人も21歳。とにかく今回のブラジル代表22名のうちの19歳がカイオという選手がいて、20歳が2人、21歳が2、4、6人います。若いチームですね。若いですね、はい、まだまだその選べない、その近い選手が結構いますからね、はい、6番のロドリゴ、アンドレクルズが3番の選手、右に振ります。ナルシーソ15番、はい、森下さん、はい、その小柄なジュニーなんですけれどもね、とにかく自分の持ち味はスピードですというふうに言ってまして、ザガロ監督から今何注意受けてますかって聞きましたらね、はい、私体が小さいんでコンタクトプレーをするなと、言われてるそうなんですよ。逆にですね、この体に相手に触らせないプレーというのが自分の自慢だそうです。そうですか。まあジュニーニョはどこへ行っても聞かれるのがその小柄な自分の体格のことなんですが、バレーボールとバスケットボール以外では身長なんて全く関係ないよといつも言うそうです。6番この人はロドリゴ、20番の選手の動きにも注目していきたいと思います。この人がどこへ行きますかね。いわゆるあのザガロ監督が提唱している 4-3-1-2 の1のポジションを期待されている選手ではあるんですが、20番をつけました、まあ、とにかくどの展開でも彼からゲームが始まるという、必ずボールに触る彼の豊富な運動量とね、テクニックとそのドリブルの破壊力はやっぱりチームの一つの心臓になってますね。そうですね。そしてまだドゥンガもいます。真ん中の白髪の方がマリオ・ザガロ監督です。1962年チリ大会のワールドカップ優勝メンバー、そして70年メキシコ大会優勝の時の監督です。64歳。柳本ボールを上げた、詰めていったのは黒崎でしたがヘディングできません。再び日本がチャンスを迎えます。後半途中出場の黒崎です。そしてカズがコーナーキックに向かいます。後半32分、まあ、この辺りでね、やっぱりセットプレーですから、はい、もう1点ね、取ってもう一回この国立を沸かしてほしいですね。さあカズが蹴る、カズが蹴る、ファーサイドへ行った、これはクリアです。さあジュニーニョボールを取った、20番の選手、小柄なジュニーニョ、ボールはタッチを割りました、まあ、しかしこう追いかける立場でゲームを見ている時の時間の進み方っていうのは本当に早いですね。早いですね、本当にね。あっという間に後半も33分、あと12分です。それともう一つやっぱり何でも人生にこう楽しい時に時間過ぎるのは早いというのがやっぱり BCI はね、すごく早く感じますね、はい、さあカズだ、カズだ、カズだ、ボールを奪えるか、まだ浮いています。黒崎サンパイオが必死にボールをサビオに渡します。この人が22番のサビオです。非常にキリッとしたハンサムボーイで人気のある選手です。スピードもありますね、G この後継者という評価を受けています。サビオ21歳の選手。セルジオさん、はい、でもちょっとほんの一瞬ミストラップするともうすぐ取られちゃいますね。すぐ取られますね、それぐらい寄せが激しいですね。だからやっぱりボールコントロールの差がね、はい、余裕に差が出てくるというのは間違いないと思いますね、2人がかりで奪う、カズダメです。ナルシーゾボールをゴールキーパーのギルマールに戻します。ギルマール、そしてサンパイオからこれはタッチへ逃れて日本チャンス。ちょっとブラジルの全体的にこう立ち上がりから出た選手の運動量はちょっと落ちてきたなっていうね、鴨さんが出ていきました。森下さん、はい、もっと全体的に前に押し上げろというふうに最終ラインの柱谷に言いましたね。そうですか、はい、監督、はい、セルジオさん、はい、オールスターの時にも怒ってましたもんね。怒ってましたね。その通りです。やっぱりなんか結果が同じようになって、なんかこう2-1まで非常にいい内容でしたので ね、ちょっと差をつけられたらこう動きが止まる、鴨さんらしい最後までやれっていうことじゃないですか。そうでしょうね。一時は2対11点差に詰め寄った日本でした。その後レオナルド3敗4にゴールを決められて4対1です。残り時間10分、後半35分経過。ドゥンガ、そしてジュニーニョ、ジュニーニョ、20番のジュニーニョ、160センチ突っ込んでいきました。そしてエジムンドから右に振ります。ジョルジーニョ上がってきている。ジーニョ、ジーニョです。
北沢を振り切ってジュニーニョ、ボールは日本、日本チャンスになるか、しかし後ろからあっという間にボールを奪いに来ます。さあ日本が攻める、日本攻めたい、ラモス、フル回転のラモスです。北沢、カズ、カズがボールを持った、カズが持った、カズがドリブル、まだ行く、まだ行きます、まだ行く、ゴール前に黒崎もいる、左に振った、黒崎に合うか、シュートできない、タイミング的には良かったと思いましたが、展開外ですね、相馬がやっぱりあそこまで上がってくれたらやっぱりいい攻撃ができているということじゃないですか、はい、そして黒崎が走り込んでいきましたが、ボールに触ったかどうかという微妙なところでした。やっぱりなんか中が薄いですね、中がセンタリングね、はい、だからそうです、ね、今の相馬のこう数からいって相馬に球が渡った時に、後ろからやっぱりあの可能性をね、パスのコース、センタリングのコースを増やさなければいけないと思うんですよ、黒崎以外にも ね、ですから黒崎が覚えて、はい、うわジュニーニョからいいパスが通る、いいパスが通る、サビオは後ろに下げる、あーっとなんとかこれは林がこらえた、結局黒崎のコースしかないんですよ ね、あっとまた奪った、ドゥンガです、ドゥンガです、ドゥンガからジュニーニョ、失礼、サビオです、この人が22番のサビオ、サビオがこれはタッチラインを割りました、ゴールラインを割りました、森下さん、コーナーキックになりましたか、はい、田畑さん、今あの林がボールを奪った時にもですね、最終ラインがなかなか上がっていかないんです、ゆっくり歩いて、それに向かってですね、鴨監督は早く上がれ、早く上がれと大きな声出してます、はい、はい、コーナーキックを蹴るのがこのジュニーニョです。タッチ終わりました、ジュニーニョ、まあ、リードされてね、確か、はい、攻撃に出なくていけないチームがどうしても引いてしまっているところに、まあ、鴨監督がイライラしていると思うんですよ ね、日本代表ゴールキーパー小島ががっちりボールを抑えました。ただ選手らもね、上がりたい気持ち反面、ここにやっぱりサービオ、ジュニーヨが出てきて、やっぱり上がりたいけどまた警戒してしまうという部分じゃないですかね、上がりたいけど上がれないっていうのは前園さん、やっぱりそういう部分ってあるんですかね。そうですね、まあ、体力面の方でもあると思うんですけど、こうなんかこう口を毎日文字に結んで前園さん、はい、かなりゲームの中で没頭していってるんじゃないですか。そうですね、どんなことを考えてるんですか今。まあ自分がまあグラウンドで立ってるっていうことを考えてまあ見てるんですけど、はい、今日のゲストは横浜フリューゲルスの前園真樹さん、まあ、いずれはこのブラジルと必ずどこかでぶつかる選手だと思います。前園真樹さんがゲストです。さあ時間が少なくなります。もう1点取りに行きたい日本。日本記念すべきゴールは後半の3分福田が決めました。カズも決めたい。途中から入った黒崎です。残り7分を切っています。ラモスフル回転、そして北沢、井原は3度目のブラジルとの対決。さあ攻めていきたいところです。柱谷も上がってくる。北沢、カズ、カズドリブル、サンパイを抜く、そして右から柳本、柳本がどうする、どうする、まだ見ている、フックアップしてボールを上げて黒崎に合わない、合いません。ジュニーニョ、IOセンタリングを受けて、はい、トラップして、それで先制にうまく正確につなげるというのは、あっという間にペナルティーエリアの近くまで来てシュート、ジュニーニョ、そういうデのシュート、はい、そういうディフェンダーが揃うと楽ですね。今のジョージーなんかもうね、いいトラップしてまた正確な球をフィードしたらしても結局は速攻になっているんですよ。そうですね。ジュニーノがシュートを打ちました。ラモスから北沢へ通らない。どうですかね、もう日本もここに来て、はい、まあ、交代メンバーが今日どれくらいできるかちょっと分からないんですけども、もう少しやっぱり休んでる選手の勢い、うん、あるいはその経験と同時にやっぱり使うべきじゃないかなと思います、ね、なるほどね、まあ、ブラジルの方が思い切って3人で来ましたからね、交代はね、はい、日本勢では後半に入って黒崎、それから北沢も入っています。鶴岡さん、もう行ってほしいですね、日本はね、行ってほしいですね、ちょっと受け気味になっても僕は疲れと思うんですね、これぐらい回されたらこの気候で当然疲れるから、まあ遠慮なく
元気なベンチもいますから試してみたらいいじゃないかなと思うんですけどね。そういう試合と思うんですね。大会時でありませんからね今日はね。しかしブラジルも時差もあります。そして冬の国から夏の国へ来てこの湿気にも参ったという話をしておりましたが、そんな中で日本の方がまず体力の面でもまだまだ課題を残す今日のゲームになりました。後半40分経過、もう1点欲しい。柱谷、なんかこの前からのプレッシャーね、なんかブラジルが今負けてるという感じがするんですね。これがやっぱり日本代表がぜひ見習わなくてはいけない部分と思いますね。さあ林から今度は北澤持っていくぞ。真ん中から持っていってパスが通らない。カズへのパス通らない。ボールはあっという間に黄色いユニフォーム、ドゥンガから森下さん。はい、川添さん、今ジョルジーニョですかね、膝やっちゃったんじゃないんですかね。倒れてますね、はい。さあチャンスはブラジルです。ジョルジーニョが倒れているようですが攻め込んでいったのはブラジルです。ちょうど今ジルマールが心配して見に行きましたが、これは北沢のプレーです。これですね、やった、捻挫ですね、ジョルジーニョ、はい、足首ひねったんです、右の足首のあたりを痛めたようです。ジョルジーニョ今はっきりこう体重かけた時にひねりましたね、これですね、はい、これは靭帯が切れてなかったらいいんですけども、これはしかしかなり強くひねった感じがします。そうですね、はい、この後12日には韓国での試合がありますが、もちろん J リーグももう3日後には開幕するわけです。森下さん、この人は、はい、もう早速交代選手13番をつけましたブルノがもう出ますね。そうですか、はい、テレビさん、はい、でもすごいですね、もうやりたくてベンチの中もやりたくてしょうがないですよ、すぐ飛んできましたもんね。そうですね、やっぱりもうこういう5分でも10分でもアピールしてね、やっぱり早がるまでの蘇我ツイ国の厳しさですか、それがやっぱりレベルを高くしてくれるということじゃないかなと思いますね。30歳のジョルジーニョに代わって21歳ブルーノ・カルバーリョ、13番の選手が入ってきました。それとね、川添さん、コンディションが良くない選手は絶対出しませんね。ああ、そうですね、はい、さあ、もう時間がありません。日本もう1点欲しい、もう1点取るチャンスです。ラモスがボールを取った。このパスはスルーして、伊原につないでいこうとしましたが、これがつながりませんでした。セルジオさん、はい、このなんか今まで見ててこの厳しいなんか選手との選手戦いですか、はい、これをなんか98年の次のワールドカップまで日々やってるっていうのはすごいですね、やっぱりね。さあ日本のチャンスになるか、カズが追いつけない。ちょっとパスの足が長すぎました。カズももう一歩のところまでなんとかチャンスを切り開こうとはしているんですが、微妙なタイミングではありましたが追いつけませんでした。日本代表帰ってきたカズ、林です。そして山口がここにチェックに行きます。サンパイオがボールを取ってまた攻め込んでいくブラジル。ジュニーボールを上げる。さあサビオがいるぞ、もう1点、サビオ左足5点目を入れました。ブラジル後半の44分、変わった選手からのパスですね、20番見事なトラップで、やっぱりトラップの瞬間にねもう決まってますね。最後決めたのは22番のサビオです。フラメンゴ21歳の若手です。今の選手もいいセンタリング上げたね、変わったばっかりですね。そうですね、これで5対1になりました。終了間際に1点を加えたブラジル代表です。5対1。しかしブラジルの強さを遺憾なく今日も発揮しています。日本は1点を取りましたが、1点取ってちょっとホッとしたっていう部分があるんでしょうかね。いや、2点目取るところまで追い込んだんですけどね、はい、あそこでやっぱりブラジルが3点目で引き離してしまったなという感じがしますね。
もう1点欲しいと言っていた矢先にブラジルに1点を取られましたが、さあこれはどうだ、足にうまくジャストミートしませんでした黒崎。これも惜しいチャンス。ここで笛が鳴りました。5対1で記念すべきゲームは試合終了の笛を聞きました。日本は後半の3分福田のゴールによりまして1点を取りました。5対1、ブラジルが頑張った、そして日本も頑張りました。5対1、力をだんだんとつけてきた日本と、そして王者ブラジルのその通りの実力通りの点がこの5対1というのに現れているような気がしますがね。そうですね、僕は両チームがね、この大観衆の前に記念と言え、フレンドリーマッチと言え、はい、必死で一生懸命90分戦ったということが、スコア関係なくね、やっぱり良かったと思いますね。ジョルジーニョも怪我、あるいはそこまでやっぱり両チームが一生懸命戦おうとした精神が、やっぱりこのイベントの一番大きな結果と思いますね。どうですか、与那城さんご覧になっててね、おそらく10年ぐらい前までは1点取るなんてことすら考えられない、試合をやることすら考えられなかったような両チームだったと思うんですが。そうですね、試合をしてもらえないんでしょうね、ですから、まあ、日本が良くなったっていう一つの証拠だとも思うし、でまた今日の試合で、まあ、確かにずっとブラジルのリズムでやっていたような気もするんですけど、はい、1点を取ったときにあの時間帯だけブラジルのチームが結構ちょっと崩れたというか、うん、自分たちのリズムを失ったという時間帯を作れたというのが、今日はすごく大きな先々のことを考えるとね、はい、プラス面が あったかなというふうに思いますね。ラモスの表情が映りました。思い出のゲーム、夢にまで見たゲームですが、夢には終わらせたくない、とにかく歴史上に残るようなゲームをしたいと話していたラモスでしたが、1点は取りました日本チーム。福田のシュート、後半の3分でした。今日はブラジル勢はJリーグで活躍している選手もかなり出ておりましたし、それから21歳、20歳、19歳の選手という若い選手をこのブラジル代表の中に揃えてきました。前園さん、おそらくアトランタオリンピックでもぶつかるような相手がここに、ね、かなりいると思うんですよね。そうですね、非常に見てて楽しみですね。そうですね、対戦するのは、はい、ブラジルというのはとにかくワールドカップでは4回の優勝を誇りますが、オリンピックに関しては銀メダルがロサンゼルスオリンピックとソウルオリンピックであるだけで金はありません。おそらく今度は前園さん、はい、完全に金メダルを狙ってね、ザガロ監督が指揮を取っているようですし、来ますよブラジルは。そうです、その前に僕たちも予選を勝ち抜いて、本大会出ないと。